はい、本日は真柴茂国投手、主にね、こちらのユニフォームのね、日本ハムファイターズで活躍されたピッチャーでございます。真柴投手のね、日本ハム時代の活躍といえばね、やはりね、こちらを思い出される方が多いのではないでしょうか。なんとね、開幕からね、15勝0敗、負けなし、勝率10割というね、素晴らしい成績を残されたわけでございます。私当時はですね、15勝無敗、すごいな、そしてね、まあね、勝率10割っていうピッチャーはね、まあ、今後は出てこないだろうななんてね思っていたわけなんですよ。そしたらね、2013年にですね、こちらのね楽天田中将大投手がね、なんと24勝無敗というね、これまたね真柴以上にねすごい記録、それで勝率10割ですよ。やったからね、いや本当ねびっくりしたんですよ。当時ですね、真柴以来のね勝率10割ということでね、ちょっとね真柴投手のねこう話題っていうのもね出てきたような記憶もあるんですよね。本日はですね、その真柴投手の足跡を振り返りながらですね、連勝だけじゃない連敗のねお話、そしてですね15勝無敗とね打ち続けた真柴投手が負ける日のねこの映像というのも本日はねお届けしたいと思います。真柴投手は滋賀県出身で、高校はこちら比叡山高校、そしてですね3年の時は春の選抜にね出場されているわけなんですがね、その時の大会でですね選抜通算100号というねホームランを打たれてしまったのが他ならぬ真柴投手だったわけでございます。そして高校3年の時、1969年大洋ホエールズからドラフト2位で指名されてプロ野球の世界へと入っていかれるわけでございます。大洋時代はですね、どちらかといえばね連敗サウスポーというねイメージがねあるピッチャーだったわけなんですよ。1年目からですね22試合というね結構登板したわけですがね、勝ち星なく1敗、そこからですね3年目になります、72年までね7連敗なんですよね。まあね、73年はね、まあ、2試合のねだけということでね、まあ、勝ち星もつかなかったわけですがね、6年目となりますね、74年にねやっとねプロ入り初勝利を挙げたわけなんですよね。そしてねその年の翌年ですね、75年にはですね、なんとね開幕からですねもうねそのセリーグ最多となるね三冠王もね挙げちゃってね6連勝と波に乗っちゃったわけなんですけれども、それ以降ですね、まあね、まあ、閉幕までですか7連敗というね連敗記録が続くわけなんですよね。そしてね続く76年もね勝ち星なくね4敗、そしてねその翌年77年もね開幕から2連敗、そしてねこの77年にはですねなんか勝負運が弱いらしいということですからね、登録名をですね本名のねこれなんて読むんですかね、こちらのね真柴さんの名前からですね現在のね真柴茂君にね変えたわけらしいんですよね。そしてですねその改名というものが功を奏したのかね、4月17日の中日戦でね、まあね、ロングリリーフをするわけなんですけどもね、打線のね、奮起で逆転ということでね、2年ぶりのね、勝ち星をつかんだわけなんですね。そしてですね、そのオフにですね、野村修投手とね、交換トレード、まあ、杉山投手と一緒ということで、2対1のね、トレードで日本ハムに移籍するわけでございます。日本ハムの移籍1年目からね、もう先発ローテーションのね、一角を担ったわけなんですがね、黒星がね、先行するわけなんですよね。まあ、7勝という成績ですがね、負け数も多く11敗。そしてね、翌79年はね、3勝とね、ちょっとね、失速していくわけなんですよね。しかしね、そのオフにですね、上村投手コーチがね、就任されたわけでね、なんでそのボールで3勝なんだと言われたことでね、自信となりましてね、80年、移籍3年目ですよね。そしたらね、初の2桁、10勝を挙げたんですね。80年のね、このこちらの後半にはですね、フォークボールをね、マスターしたことでね、右打者のね、内角くんにね、クイックマンのまっすらとのね、コンビネーションがね、打たせるね、ピッチングがね、完成したんですよね。だからね、サウスポーながらね、右バッターにもね、強いというのも持ち味になったんですよ。そしてね、翌81年がね、ついに不敗神話のシーズンが訪れるわけなんですよね。まあね、前半は打ち込まれることもね、結構多かったんですよ。というのもですね、4月8日のね、西武戦にはね、先発してるわけなんですが、3分の2イニングス、1回もたんでね、5失点KOされてるけどね、負けがつかないというね、まあね、前半ね、ちょっとね、負けそうなところもあるわけなんですけどもね、打線のね、おかげでね、まあね、なんとか負けない、そしてね、勝つということでね、どん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 いったわけなんですよね。まあ、あとですね、やっぱりね、ちょっとやばいなって思ったのがですね、9月7日の南海戦ですかね、もう3点ビハインドね、9回完投したわけなんですがね、なんとね、日本ハムサヨナラ勝ちを収めてるんですが、この試合ね、私ね、ちょうどね、ラジオでね、当時聞いてた記憶があるんですよ。わ、すげえな、真柴って思ったね。
そういうね、記憶があるんですよ。まさに真柴が投げれば負けないということでね、日本ハムとしてのね、初優勝にね、この年貢献したわけなんです。そしてですね、この年はですね、やはりね、日本ハムサウスポー王国ということで、高橋和美投手、こちら14勝6敗。そしてね、前年ね、22勝で新人王の木田投手、2年目のジンクスと言われながらも10勝を挙げ、そしてですね、真柴投手も15勝。そしてこちら、抑えの江夏豊投手がね、3勝25セーブのね、活躍をしたわけでございます。そして迎えました日本シリーズ第2戦。ここまでね、15連勝ときたね、シーズンのね、記録を持っておりますがね、これですね、15勝0敗0セーブ。対する西本投手は18勝なんですよね。まずは西本投手のピッチングから見ていきたいと思います。そんな初回にね、ホームランバッターのソレタを迎えるわけですが、これ西本ね、うまく打たれてね、日本ハムがね、先制するわけなんですよね。お、真柴とね、それた喜びあっております。しかしながらですね、西本投手、この後がすごかった。この後はね、日本ハム打線をね、ずっと抑えるわけですね。そしてね、1対0とね、まあね、迎えました。この8回にね、真柴投手もね、そこまでね、好投してるわけなんですがね、まず中畑選手にね、これね、大きい当たりでね、あわやホームランといったところなんですがね、レフトへね、痛烈なライナーをね、打つわけなんですよね。中畑が出塁したということですね。真柴投手ね。ここで対戦するのはロイ・ホワイトですね。ホワイトに向かっていくわけですから、ホワイトね、うまく打ってますよね。これ、右にね、逆転ツーランホームランをね、ホワイトにね、打たれてしまうわけなんですね。真柴投手は、これスローで出てますがね、なんかね、うまく打ってますよね。喜んでおります。ホワイト選手にね、ジャイアンツ勢、真柴投手は、うわーっという風な感じなんじゃないかなと思うんですよね。そしてステッコの2点でね、ジャイアンツ2対1とリードということで、まあね、最後はこちら西本投手がね、ピシャリとね、抑えてね、勝つわけなんですよね。被安打のね、毎回奪三振ですからね。その後は83年もね、10勝とね、2桁勝利を挙げられておりましてね、2桁勝利は通算で3回記録されております。まあその後ね、年々成績はね、下降するわけなんですがね、最後ね、500試合登板をしたいという思いもあってですね、福岡大北西移籍してね、シーズン途中にね、500試合登板をしてですね、まあね、選手枠を開けるという形でね、コーチに転身ということで引退されたわけでございます。プロ21年間の通算成績はと言いますと、500試合に登板、81勝83敗、2セーブ、防御率 4.14 の成績を残されております。無傷のね、無敗のね、15連勝のね、男もね、実はね、最初はね、連敗続きの男だった、真柴茂国投手でございます。最後までご視聴していただきありがとうございます。でー